よいしょ。さあ、お疲れ様です。試合終わってですね、次の日になりました。あとね、朝食に外に出てます。大阪です。今何だ、バナナジュース、フルーツジュースですね。健康的な日本のバナナということで、ね、いいものありました。ちょうど、美味しいんだこれが。そしてね、ハンバーガーです。もう試合終わったんで、ちょっと今日の朝、もうお腹減っちゃって食べたいなと思って、来ました。ちょっとね、食べながら喋ります。これね、淡路島バーガーってあるんですね。すごいね。いただきます。ビーフの味がすごい。国産っすね。今日はね、もうオフなんで、もう1ヶ月ぐらいね、節制しましたね。ほんと絞りきれなかったけど、文楽さん、やっぱさすがですよ。ずっと節制してるみたいですね、やっぱね。さすがだな。体がやっぱね、出ちゃいますよね。5年ぶりで久々に緊張しました。まあ最初にね、柔らかく激しくいこうと思ったんですけど、最初にね、ミドルキックをポーンってもらって、なんでもらっちゃったのかなと思ったんですけど、いきなりミドルの腕んとこでもなく、ちょうどこの脇腹にボーンと入っちゃった。あれでちょっとね、ビューッと引き締まりましたね。びっくりしました。そこからですね、もうバチバチ翔って行ったり、いろいろやってたんですけど、船木さんとね、佐野さんの SW レッスンの時の試合が東京ドームの好きで、まあそういう試合になればいいなと思ったんですけど、甘かったですね。逆にこう、八津さんとかがね、うまく、やっぱりこう盛り上げるのうまいなと思って、ただ山宮さんと船木さんの絡みはね、さすがですよね。ファンクラスからもずっと仲いいんで、もうあの小艇のね、このシーンとかね、さすがだなっていうね、動きでした、二人とも。まあでも、すごくね、楽しかった。この4週間も楽しかったっす。今こうやって大阪来てるのもね、遠征って感じでね、楽しかったです。まあでもね、今回はね、本当に船木さんと一緒にね、こう、リングに上がれたっていうのがね、初めてで、そこはね、本当良かったと思いますね。まあもちろん八津さんもね、ずっと見てた人ですからね、まあ、今すごく仲良くさせてもらったりもするんですけど、またね、戦いになるとね、全然違うし、こう、プロレスラーだなっていうね、感じはしました、二人とも。で、ちょうどミドルキックもらってね、その後ね、うまく合戦できればよかったんですけどね、なかなかテイクダウンさせてもらえなくてですね、パッとね、よく見たら、ロープ掴んでたっていうねまあそのプロレスっていうのね、やっぱり、まあ、ある意味ね、いろんなことができるんで、まあ真面目にね、行き過ぎちゃったなっていうのもありますけどね。今回4回目だから、もし5回目やるんであれば、なんとか慣れてきたんで、なるんではないでしょうか。打ち上げでね、ありまして、船木さんとこうちゃんと喋らせてもらった時に、この間のね、動画でちょっと言い忘れてたんですけどね、ファンクラス時代っていうのはあんまり練習したことなかったんですけど、練習来てたんですよね、裏バカに。
戦国僕らが出てる時で、なんかさダイナマイトとかドリームとかちょっとその辺だと思うんですけど、来てたんですよね練習、柴田選手と。でね、当時のグラバカね、もうすごく油乗り切ってる、みんな30代、まあ、前半の選手が多くて、20代もいるね、もちろん。いやもう本当にね、人の道場にですよ、もう一からね、また、格闘技をやろうっていう心構えで来るってすごい大変だったろうなと思ってですね、昨日そんな話もしてたんですけど、嬉しかったのが移籍してきたね山宮さんにね、その久しぶりにね裏バカの練習場で山宮さんと寝技やったら、山宮がこんな強くなってたのかって言ってね驚いた。いや嬉しいですよね、そういうのね、なんか嬉しいなと思って聞いてました、この二人の話も。あの時ね船木さんと確かに練習してましたね。ちょっと一瞬ね記憶がね、最近記憶が危ないんですよねマジで。なんでちょっと忘れてたりうっすらねあったり、そんな感じなんですけど、いやーほんとあのメンバーね、それ以来だったんですね今回は。昨日はね入場式からねいろいろやられましたね。なぜかねアレクサンダー大塚選手が花束を持ってくるというねそして、握手のシーンなんですけど、握手のシーンなんですけど、まあしないだろうなと思ったんですけど、やっぱしなかったですねこの流れはいつまで続くのかってね感じで。いやでも最初ねものすごい大きくてね、アレク選手もね120キロ以上あるんですね、誰だか分からなかったですね、すごいでかかったですね。いやいろんなことがありましたね。で打ち上げの時にね気づかなかったんですけど、隣のテーブルにみんながですね、デルフィンさんデルフィンさんって言ってるんで、デルフィンさんっていうねまあ、あだ名の人なのかなと思って、まあ、それかデルフィン道場の関係者とかそんな感じかなと思ったら、スペルデルフィンさんでびっくりしましたねそれが一番びっくりしたかもしれない昨日は。スペルデルフィンさんこういう顔だったんだってね、ちょっとびっくりしましたね。なんかイメージした人と全く違ってたんで、それに驚きました。最後マスクかぶってもらって、スペルデルフィンだと思いましたけど、びっくりしましたねあれはね。全然なんだろう、関係者の人かなと思ってたんで、いやー失礼でしたけどね、ちょっとね失礼なことやっちゃったかなでも分かんないですね本当に。そんなことがあり、この4週間体ちょっと絞って、まあ日焼けね行ってちょっと失敗したっていうね、ダサい、赤くなったり赤かったり白かったりね、もうダサいことになっちゃったりいろいろあったんですけど、まあ1ヶ月で、ね、ちょっと節制して練習して小手の勉強もして臨んで大阪来てね、こうやってまた新しい人と会って、まあすごく何かこう出るたんびに人との出会いがあって、まだいい経験になりました。楽しかったです本当に。とにかく19歳の時の自分もう脱落してね、もう大学も中退しちゃってるし、プロレスもやめちゃったし、柔道もやめちゃって、全くね何にもないこのフリーターの自分が、船木さんのね活躍を見て、ああいいなあって、羨ましいなあって思ってたね。もう天の上の上の人というイメージの人がね、こうやって32年後にやるっていうのが、いやこういうね言い方あんま好きじゃないんですけど、当時の自分にね言ってあげたらね、どう思うかなって嘘だよって思うんじゃないですかね。あの時の自分がね、お前30年後にリングで戦ってんだよ船木さんと、今の船木さんと喋ってるのとまた違って、
また昔の船木さんは昔の船木さんのなんか自分の中ではまた別の人というようなそういうなんか感じがありますね。でもパンクラスの時もねちょっとの間でしたけど一緒に共にしてたし、またグラバが出る練習があったり、いろ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 こう絡むことがあって嬉しいですね。ということでありがとうございました。今大阪なんですけども帰ってゆっくりしたいと思います。次のですね、動画配信なんですが、田村清さんをゲストに招いて行います。田村さんへの10の質問っていうのをね配信したかったんですけど、田村さんが僕に10の質問っていうね、そういうちょっと逆な感じの動画になってますけども、あの田村さんがね僕に10質問をしてくれてそれに答えていくというね、そういうクリスマス企画と、年末にかけて2本ちょっと行きたいなと思ってますので、ぜひ、何年ぶりのコラボだな、2年ぶりか3年ぶりのコラボ楽しみにしてください。ぜひね、あの光栄です。ゲストでちゃんと呼ばれる格闘家は僕だけではないでしょうか光栄です。なので、次の配信もぜひ楽しみにしてください。本日はどうもありがとうございました。東京帰ります。どうもお待たせしております。どうもです。いやー嬉しい。もう一年前だ。力強そうですね。この辺だ。タモさん体強いですもんね。ここが。